チャーリー・マンガー、または、チャールズ・トーマス・マンガーは、ウォーレン・バフェットが会長を務める投資持ち株、ガイシャ・バークシャー・ハサウェイの副会長。投資家。1924年、バフェットと同じく、ネブラスカ州オマハで生まれた。ミシガン大学で学び、アメリカ海軍に入隊した後に、ハーバード大学ロースクールに、学部学生の学位なしで入学した。ロースクール卒業後、 1948年から1965年まで、トールズ・オルソン法律事務所に勤め、後に、漫画法律事務所を作り、不動産の弁護士として働いた。その後、投資のマネージメントに集中するために弁護士を辞めた。漫画は、自身が80.1%の株を所有する、バークシャーハサウェイの子会社、ウェスコ・ファイナンシャル・コーポレーションの会長である。 この会社は貯金トローンの会社として始まったが、今は、プリシジョンスチールコーポレーレーション、コートファーニチュアリーシング、カンザスバンカーズシュアテキカンパニーと他のベンチャーを保有している。ウェスコは、漫画の採用したホームタウンで、会社の年次株主総会の場所である、カリフォルニア州パサデナに本拠がある。漫画の株主総会は、オマハで、バフェットが開催する。 株主総会に匹敵する。漫画は、ウェスコの他の株主と長時間の質疑応答を行い、時には尊敬するベンジャミン・フランクリンならばどうするかという考察に及ぶことがあるという。バフェットはしばしば公に、自分は漫画をパートナーとみなしているという。現に、漫画は巨額に相当するバークシャーハサウェイ株を保有している。しかし、二人の人物像は全く異なる。 マンガーは共和党員として知られており、監督協会の協会員をしている。だが、一方バフェットは民主党員で宗教に関して会議的である。1991年、1990年12月と1991年5月の間に投資銀行ソロモンブラザーズが国際入札不正事件で経営危機を起こした際、バークシャーハサウェイは同行の株式のントを 取得し、マンガーは同行の取締役になった。マンガーは4,350万ドルの価値のある A クラスのバークシャーハサウェイ株式500株をスタンフォード大学にスタンフォード大学ロースクールのための集合団地を建設するために寄付した。自身はスタンフォード出身ではないが、妻のナンシー・マンガーは卒業生で理事会の一員を務めていた。 娘のウェンディマンガーは現在スタンフォード大学の理事会の一員を務めている。ありがとうございます。